皆さんこんばんは。国防ニュース最前線の時間がやってまいりました。今日はですね、なんと前この間までですよ、中央即応集団司令官を務められていました川俣博道さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。川俣さん、今日は、はい、まあ、おそらくというか私が決めるんですけど、うん、まあ、多分南スーダンの話とか、うん、駆けつけ警護の話を伺おうと思ってますけども、うん、はい、いいんですかねお聞きして。やっぱり国民には知ってもらわないといけないでしょう、うん、初めてですよね。ちなみにこういう公の場所で発言される。まあそうですね、初めてですね。いやー、多分関係の方含めて、うん、ドキドキされているのではないかと思いますけれども、うん、まあ、ただ本当にですね、一人でも多くの、うん、まあ、国民の皆さんに分かりやすい言葉で、今本当に混沌とした情報が、まあ、錯綜しているような感じですので、うん、まあ、知っていただきたいという意図でですね、今日はもう満を持してと言いますか、もうここの席についていただきました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでですね、私的にはですね、もうこれをご覧になっている皆さんは、うん、自衛隊が駆けつけ警護を行うというその意義についてはもう十分にご承知だろうという前提でですね、うん、はい、もうそれはもう人道的なことであるとか、うん、もうその人をね撃つのかとか、そういう話はもうちょっと分かっているという前提で、次のステップのね、うん、話を今日ちょっとしていただきたいと思っているんですが、うん、はい、まずですね、ちょっと私もジョーネさんの真似してフリップを書いてみました。駆けつけ警護ってね、言葉からちょっとまずこだわってみたいと思うんですけど、はいはい、これ一体どっから出てきたのかということからちょっと教えていただきたいんですけどもね。はい、駆けつけ警護っていうのは、はい、まさしく言葉よりね、駆け足で行って、はい、そこに行って何とかしてあげましょうと、うん、守ってあげましょうと、はい、これは言葉そのものですね。これは一番最初に自衛隊が PKO に参加したカンボジア、はい、でカンボジアでどんなことが起きていたかっていうと、うん、自衛隊はその PKO 法を作るときに武力行使は何なのかということで、はい、うん、基本的に武器使用は個人にしか認められなかった経緯がありますね、はいはい、でもう一つは他の国と一緒に何か武装勢力に襲われたときに対処するのが、うん、いわゆる武力行使の一体化という言葉で、うん、はい、まあ、集団的自衛権との絡みの言葉で話されまして、うんうん、そういう中で自衛隊は他の軍隊に助けてもらえるのに、自分たちが助けてあげられる時に法律上それはしてはいけないと、はいはい、やっぱり同じ目的でその PKO の現場に集っている者たちが相互に助け合っていく中で、日本だけは守ってもらえるけど、うん、助けてあげるときに自分が能力あるのにもかかわらず助けてあげられない、はいはい、でこれが一つですね、はい、でもう一つは皆さんの記憶にあるかと思いますけども、文民警察官で高田警部を、うん、殉職されて高田警視になりましたけども、はい、彼がやはり武装勢力されて亡くなったと、うん、あとはボランティアで中田敦人さんという方がやはり襲われて亡くなりました、はい、やっぱりそういう文民の方たちが何か困った時に自衛隊はそれを知ったとしても助けてあげることが法律上できないと、その忸怩たる思い、この2つからこの駆けつけて何とかしてあげようということで駆けつけ警護が出てきたということですね。でその後ずっと自衛隊が PKO だとかルワンダ難民救援だとかイラクの復興支援に行った時に、特にイラクの場合は国連という枠組みではなくて、うん、自分たちでほとんど何でもしなければならないという中で、はい、やはり法人のジャーナリストが襲われたりといろいろありましたよね、うん、でそういう時にやはり自分たちが何ができるのか、うん、駆けつけて何とかしなきゃいけない、はい、そういうところから駆けつけ警護という、まあ、日本独特の言葉が出てきたということだと思います、はい、うん、まあね、それができなかったので、うん、その偵察に行くとか、うん、休暇を取っている隊員が、ね、うん、まあ、いるとかなんとかって言って、まあ、いろんなその、うん、理由を作って、ね、無理くり今やってたという現場の苦悩があったので、うん、まあ、そこはせめて行かれるようにしましょう、うん、でもこれはもう極めて非常にその腑に落ちるというかですね、うん、誰しもが本当は納得すべきことなんですよね、うんうんうん、ところがまあ今回まあその議論の中ではこの駆けつけ警護のことと
それから南スーダンのミッションのこととかがごっちゃになって議論されてるので、うん、ちょっと混乱してるような気がするんですけどね、うん、あの南スーダンに関しては確か読売新聞で、うん、JICA 理事長の北岡伸一さんがちょっとコメント書かれてるんですね、はい、自衛隊がそこにいるのに、うん、その国連 の, その枠組みの中にいて自由に動けず、うん、その邦人をね、はい、助けるというか、うん、輸送ということですらうまくできなかったと、はい、うんうん、これはやっぱり何とかしなきゃいけないというようなちょっと問題提起をされてるんですね。そこでですね、はい、一応このキーワードが意外に知られていない PKO、はいはい、だから結局駆けつけ警護ができるっていうことと今のその北岡理事長のね、うん、言葉っていうのはどう関係するのかなと思った方も多いと思うんですよね、うん、あれできないのとか、はい、あの PKO に自衛隊が参加するということは、はい、あの国会議論の中で指揮と指図という2つの言葉が出てきたと思うんですね、はい、これは英語に直すとどちらもコマンドで同じなんですけれども、うん、はい、我が国政府自衛隊は総理大臣を頂点としてその指揮命令にあるわけですけども、我が国の指揮と国連の PKO に参加して国連の事務総長の特別代表から流れてくるさまざまな業務に関する事項、はい、これを命令ではなく指図と聞かれて区別をしました、はい、だって PKO に参加している自衛隊の部隊は指図に服するということを約束をしています、はい、したがって自由に勝手に動くことはできません、はい、でその指図に服するということは内閣が閣議決定する実施計画、うん、実施要領の中に書かれています、はい、うん、まあ、つまり日本ではもう行く行かないっていうのは、まあ、カンカンガクガクやっていますけれども、うんうん、それは例えば日本政府がもし南スーダンにいる邦人に何かあった、うん、現地の部隊に行ってくれと言っても、うん、現地の部隊はあくまでも PKO の指揮下に入っているので、まあ、その指揮官の命令というか意図には従うけれども、その国から直接来たことに勝手に従って動くということは、まあ、原則としてはできないということですか。これはあの国際法の世界なので、はい、やはりそれをその裁くところはありませんから、はい、主権国家として自衛隊に対して命令することは可能だし、うん、それを PKF 司令官からの指図を無視して行動することも可能です、はい、ただそこには自衛官の法的地位、はい、というものの問題が生じてくるんですね、はい、あ、はい、国連というのは南スーダンであれば南スーダン政府との間で国連地位協定というものを結んでいます、はい、でその中でいわゆる PKF とか、うん、軍事組織だとかの存在を認めさせると同時に、はい、裁判の管轄権とか、はい、そういった問題を規定しています、うん、でそれが国連の業務で動いている場合は適用を受けますが、はい、我が国独自の指揮命令に従って、国連の指図とは全く別なことをやった場合に何か大きなトラブルが生じる、うん、はい、例えば南スーダンの警察に捕まる、拘束される、はい、軍隊に拘束された時に本当にその地位は保てるのか、はい、うん、そこは南スーダン政府とは前もって何かを結んでおかなければ非常に自衛官の法的なリスクが高まるということです、はい、多分米軍とかは結構そのいろんな国に行くときに別途そういう地位協定を結んでその国に入ったりとかしてると思うんですね、まあ、ちょっと全部わからないんですけれども、日本ももし日本人だけを助けたいとかっていうそういう要望を出すのであれば、またその別の部隊を行くとかいうの、まあ、そこでなおかつ別の地位協定を結ぶとかいうのであれば、まあ、可能ということ、可能というかだから方法はいくつかあると思うんですね、はい、例えばルワンダの難民救援でザイルに行った時は、うん、あれは国連の活動ではないので、はい、ザイル政府と日本政府が、はい、そこにいる自衛隊の救援隊にの地位に関する交換公文を結んでるんですね、はい、はいはい、だからすでに日本政府もその国連という枠組みの外で、はい、日本単独としてやることについても経験済みです、はいはい、ですからもし国連の PKO とは、うん、
対立して、あくまでも日本人のために動くんだと政治が決めれば、南スーダン政府と交換公文を結ばいいと思います、ただそれが本当にあの南スーダン政府、非常に不安定な政府と結べるのかっていう問題がどうしても残ってしまいます。それとそうするとですね、理論上は、日本人をそういう形で助けるということも可能とはいえ、現実的には、その南スーダンの混沌とした政府と地位協定を結ぶとかっていうことも、あるいは PKO の指揮官がこう言ってるのにそれを無視してね、活動してしまったりとか、その、チームで動いてますから、ある意味チームワークを乱す、しかも自分の国の国民だけ守るみたいなことが、やっぱり非常に品質化と思うので、事実上はこれ、非常に難しいっていう気はするんですけどね。あの国連の PKO の世界では、歩兵大隊というのが地域を担当していまして、その地域の中にいるいわゆる文民の安全確保については責任を持ってやることになってますね、ただ南スーダンの場合は治安権と国防権は南スーダン政府が持っているので、第一義的には南スーダン政府がやります、ただ南スーダン政府が機能しないとき、やってくれないときは当然 PKF の歩兵部隊が PKF 司令官の命令で、動くことになります、だから彼らはその国籍だとか人種だとか、そういったこと一切問わず、文民であれば全てに対して安全を提供するということがあるので、まあ日本人も当然南スーダンの中で何かに巻き込まれれば、歩兵部隊のその地域を管轄している人たちに守ってもらえるという仕組みになっています。逆に言うと日本人じゃなくても、そうです、守らなかったらそのやっぱり理解得られないですよね。そうです、だから今南スーダンで起きているマラカルタとか、ボルとかいろんなところでいろんな問題を起きてますけれども、PKF は国籍とか民族とか、同じ南スーダンの中でも民族が対立してますけれども、どちらに偏ることなく中立的に文民の安全を確保すると動いてくれますので、そこに日本だけが勝手に自分国民だけだってやってると君たち何やってるのと、いや本当にそういう意味では日本の国会でやり取りしてるのでなんか自分勝手と言いますかね、なんかこんなのが通用するのかなっていうね気がしてしまうんですけどね、それぞれの国は国民を、その在外邦人を保護するっていう責務がありますので、保護したいっていう気持ちは十分わかるんですね、もちろんそうですよね、わかるんだけれども、PKO の枠組みの中でどうしたらいいかというのが、少し議論が足りなかったんじゃないかなという気がしますね。それと、もう一つポイントは、このミッションというのは国づくりのために行っていると、ですからメインは、いわゆる公平、いわゆるというか、いわゆる施設部隊、公平である施設部隊である、なのにその人たちが駆けつけ警護っていうのは、今おっしゃったように一義的には地元の警察だとかそういうところがやって、それでもダメだったらその、PKOF の中 の、 その治安任務にあたる、歩兵部隊がやるというのに、じゃあ日本の施設部隊ってちょっとそれと違うんじゃないのっていうね、やっぱり気もしますよね。でそこのところは非常に日本 の、 議論って非常に錯綜してると思うんですね、施設だからあまり蓋然性が低いっていうね、言い方をしたりとか、じゃあ何のために決めるのとか、だけど実は、歩兵である普通科も出てると、もうここのところがちょっとことを複雑にしてることもあるのかなという気が、どうなんでしょうか。国内の議論と、もう一方でその説明を受けた国連側から見た感覚、多分ここが整理をされてないというか、皆さんによく知られてないんじゃないかなと思うんですね。で日本は確かに国づくり支援で施設部隊を出しています、でその施設部隊の活動にある程度その警備を作る、するということで、普通科を多分メインとする警備小隊というものが作られています、でこれは防衛白書を見れば明らかに出ていますね、派遣施設隊長の下に警備小隊という大きな箱があります、でこれ極めて特徴的で、カンボジアだとか東ティモールの時には警備小隊ってそんな大きなものはなかったんですね、カンボジアはもともと初めての PKO 活動だったので、国連の仕組みに極めて素直に部隊を出しました、
しかしイラクを過ぎてやはりイラクの時にやっぱり自分たちで全部やらなきゃいけないということで、警備というものは非常に強い意識を持ってやったわけですね、どうもその影響が今の PKO 派遣の部隊に出ているようで、国連から見ても大きな通過部隊を含んだ施設隊というふうに見られてるんじゃないかというふうに思います。そうか、そういう今までの経緯の中では、必然的に、歩兵、普通科も出すようにはなったものの、それが実際にはじゃあ国連の人たちにとってみれば、こいつらって言ったらいけないですけど、日本は、ちゃんと歩兵も出してきてるんだという理解になっているという可能性があるということですね。PKO の現場に行くと、歩兵大隊は他の施設隊だとか通信部隊だとか輸送部隊だとか他の部隊に対して警備を提供する義務があるんですね、だから日本の施設隊も宿営地の外で、業務をするときには歩兵部隊が警備についてくれるのが基本なんです、ただ日本の場合は自前でやる警備小隊があるので、警備部隊をつけませんよと言われたことがあるんですね、やっぱり南スーダン今はただでさえ、不安定なので、この7月に国連は4000人をさらに増やすという決議をしていますけれども、そうですね、そういう状態の中で、日本の施設隊は自前で大きな警備部隊を持っているからいらないでしょという議論になってしまうんですね、でここは大きなリスクがあって、他の歩兵部隊に守ってもらっていれば、何か起きた時も自衛隊逃げるだけでいいんですね、でも自分たちの警備小隊が守ってくれていると必ず警備小隊は巻き込まれる可能性があると、だからよくよく考えると自分たちで警備をする方がちょっとリスク高いんじゃないのって、そこがうまく理解されてないのかなという気がしますね。ここは誤解をしてほしくないのは、当然自衛隊の今の立場上ですね、憲法の位置づけ上、それはできないという位置づけで言っているので、やはり他の歩兵部隊に守ってもらわざるを得ないという、そういう状況を説明しているのであってですね、なんでそんなこと言うんだとかってちょっと言われちゃうと非常に残念なんですけども、そういうことですよね、やはりその4000人も増派しなければいけないという状況の中で、日本はいるじゃないかと、物も持ってるじゃないかと、なんでそこを守らなくちゃいけないんだっていう思われるのは道理であって、もう日本だって当然それに応えたいんだけれども、国内の憲法もあるし、PKO 5原則もあるし、そのことは到底できないという中でですね、それ行った隊員さんが一番こう辛い思いをしてしまうんじゃないかという気がしますね、で今回の駆けつけ警護なんですけども、日本語では駆けつけ警護ですが、英語で何て言うんだろうとここがまた大きな問題で、PKO 法の中には、いわゆる PKF 本隊業務ということで、歩兵大隊がやる業務の中に警護だとか、警備だとか、そういう業務が書いてあるんですね、それとは別に今回新しく駆けつけ警護という業務が法律の中に出来上がったと、でも駆けつけ警護英語で何て言うんですか、エバクエーションと仮に言ったとすると、先ほどの全く違う話ですけども、指図と指揮が英語に直すと同じコマンドですよね、同じように駆けつけ警護英語に直すとエバキュエーション、歩兵部隊の任務を、あの警備小隊を使ってやってくれるんだっていう誤解を与えてしまう恐れがあるんですね。難しいです。だからあの駆けつけ警護って、ローマ字で書いたりとかしてるんですかね、なんでしょうね、もうそれしか説明のしようがないと、訳せないっていうことですね。でも、多分何かに訳して現地に説明に行ったわけですから、どういう説明をされたのか英語のその説明文章を見せてもらえれば分かると思うんですね。国連はその PKO に関してはほとんど その運用マニュアル、歩兵大隊はどんな業務をするのかっていうのは、国連のいわゆる PKO 局のホームページを見れば全部引き落とせます、でそこに書いてあるその歩兵大隊の任務の中にやっぱり明確に、警備を提供する、何か困った時は助けに行くということが書かれていて、
まさしく助けに行くのが駆けつけ警護ですから。あ、そっか、はい、じゃあそれでイコールだと思われる。あの国連っていうか、はい、他の国の軍隊はほとんどネガティブリストですね、はいはい、絶対やってはいけないことが政治的にこう、うん、シビリアンコントロールで示されて、はい、それ以外は基本的にできる、うん、なぜならばいわゆるそういう紛争地っていうのは、うん、何がどんなふうに起こるかわからない、はい、その混沌とした中で、はい、細かくこう規定されていると、はい、臨機応変に対応できない、はい、だからネガティブリストですね、はい、でも日本はポジリストなので、うんうん、まあそれ以外のちょっとずれたことを言うと、まあ、法律で決まったことしかできないという、それをいちいち説明しなければいけないですし、まして他の人とは違って、まあ、その正当防衛緊急避難だとかっていうその縛りがあるということを分かってもらわなきゃいけないわけですね、うんうん、そう、はい、まずその縛りを分かるというか、ネガティブリストだから、そのやってこれができますよって言われ方しても、はい、できますよ、それ当たり前じゃないの？あ、そうかそうか、うん、何言ってるんですかと、うん、駆けつけ警護って言ったって国連のその PKO の世界で言えば困ってる、はいはい、助ける能力があるときは助けてあげる、はい、それ普通に相互主義なのに、なんであえてできますよって言ってくれるの、それだけできますよって言ってくれることはやってくれるんだね、と理解されると、でそれも複雑な日本のポジリストの議論は、はい、うん、彼らの文化ではないので、残る言葉は困った時に助けてくれるこれしか残らないんじゃないかな。そもそも向こうとしては当たり前のことだから、うん、こっちが一生懸命ねこう檻に包んで持ってっても、うんうん、はいみたいな、うん、全く通じ合わない。いや多分ありがとうって、日本って制約が多いから、あ、できるようになったんだね、うん、ありがとうとは多分言ってくれると思いますが、うんうん、こと細かな、例えば紛争当事者がいたら、うん、その場合は対応できませんよだとか、はいはい、多分それは分からないと思うんですね。はいはい、で今回のその駆けつけ警護の法律ができるときに、はい、24年間のこれまでの PKO 活動の中で、うん、自衛隊は紛争当事者とぶつかったことはないから、はい、5原則が守れた環境の中では紛争当事者とやることはないですよ。はい、だから駆けつけ警護もできるんですよ、うん、紛争当事者とドンパチが起きないということを大前提なんですね、はいはいはい、でも南スーダンではなんか変なことが起きている。で先般駆けつけ警護が閣議決定された後の確か政府の説明だったと思うんですけども、南スーダン政府から自衛隊がここで活動することに同意も受けているし、うん、こういう業務をやることについても理解を受けているので、うん、政府が日本のこの活動に対して理解している以上、うん、南スーダン政府とぶつかることはないよ、だから大丈夫だと言ってるんですね、でもそこに疑問が一つあるわけですよ、はい、3年前の12月に南スーダン政府がキール大統領と副大統領マシャール、はい、これが分かれて若干、ジバ市内が騒然とした事件がありました、はいはい、それ以降この2つの勢力がちょっとした小競り合いをずっと続けているんですね、はい、で国際社会はやはり南スーダン の, その国づくり、うん、安定化のためにはこの2つの勢力がしっかり話し合って、はい、政府を作っていく、選挙をして政府を作っていくことが大事だよ、うん、で何度となく停戦の合意を作るようにやるんですけど、うん、ずっと裏切り続けてきたわけですよね、うんうん、はい、でこの間7月もやはり政府軍とマーシャルがやって、マーシャルが逃げたと、衝突が、衝突ですよね、はい、ね、で今まで裏切り続けてきたその南スーダン政府をいとも簡単に信じられるかっていうのが疑問が一つ、はい、で次に南スーダンの政府軍って本当に日本の自衛隊とかアメリカ軍だとかイギリス軍だとかそういう近代国家の軍隊なんでしょうかっていう疑問が一つ、はい、それはまあ私よく話としてですね使うのが真田幸村です、はい、真田幸村のお父さん朝幸は、はい、小さな国をどうやって生き残っていくか、うん、戦国時代ですね、それで、織田信長についてみたり、うん、上杉についてみたり武田についてみたり、はい、豊臣についたり、徳川についたり、うん、こうやって生き延びたわけですよ、はい、南スーダンでも地方の将軍が、
と寝返って相手側につくっていう事件が起きてるわけですね、うん、まさしく戦国時代の地方のその大名というか、はいはい、豪族のようなものの集団であると思った方がいいんじゃないかと思うんですね。だからその政府と一枚岩なんですか、うん、軍隊っていうのは一つの指揮命令系統でちゃんと統制が取れてるんですか、はい、っていう疑問が残ってしまう、うんうん、そうすると現場に私も PKO の指揮官やりましたけども、うんはい、相手がその南スーダン政府軍の例えば制服を着ているとしたら、はい、これはコントロールの外にいるものなのか、はい、コントロールの内にいるものなのかって非常に判断難しいですから、はい、文民を助けようとしても紛争当事者とやってはいけないという縛りがある以上、うんはい、非常に苦しい判断になると思います。いやすごいですね、うん、ちょっと最後用意したのはこれなんですね、うん、国連の人はねどう見てるかって先ほどからもお話にありましたけど、うんうんまあ、日本は、うんまあ、そういう状況の中で、まあ、だましだましやっても、うん、それでも今も総理も何かあったら、うん、まあ躊躇しないで、うんまあ、撤収を決めるっていうようなことも、うんまあ、言葉にされるようになった、うん、どういう現状っていうのは、うん、その国連の人たちにとってみればこれどう受け止められるのかなっていう気もするんですよね、うん、これは PKO 5原則だけじゃなくて、うん、例えばその、ゴラン高原もですね、うんうん、5原則じゃなくてその安全確保もできないという理由で、うんうん、実はあれ野田さんがですね、うん、総理がの時にまあ決めてるんですけどもね、うんうんうん、そういう理由でもまあ撤収があり得るということですよね。ゴラン高原の場合は、いわゆる極めて伝統的なね、2つの国の対立の間に割って入るやつなので、文民保護とはまずあまり関係ないので、そういう意味では自国の判断での撤収というのは比較的容易だし、あまり外交的なリスクも摩擦も、ね、なかったんだと思います、でも今回の南スーダンの状況というのは、皆さん記憶にあるかどうか、十数年前にルワンダで大虐殺がありましたね、であれは国連にとって80万人といわれる虐殺を防げなかったというトラウマになっています。で南スーダンの PKO が国づくり支援から、3年前のその衝突を経て、文民保護というのが第一優先の、マンデートになったわけです。したがって、情勢が不安定になった時にまさしく猫の手が借りたい時、そういう時に可決権をやるって言ってた日本が変える、これってみんながこれから文民を守ろうとしてる時に日本だけ変えるっていうのはですね、大きな外交的リスクだと思うんです。でこれをねやっぱり昔ベルギーという国でやってるんですね、ルワンダの時にベルギーも PKO を出していました、で残念ながら首相府かどこかを守っていたベルギーの PKO の隊員が10名ぐらい殺害されたんですね、それをきっかけにベルギー政府はベルギーの派遣部隊の撤収を決めました、まあそれはそのベルギー政府としてやむを得ないんでしょう、でもその時のベルギーの派遣部隊、歩兵部隊のような部隊は、そのあるもう一つの部族から攻撃を受けている2000人のその部族を守ってたんですね、守ってたんですけれども国から帰ってこいと言われたので、その警護を放棄して帰った。その直後に何が起きたかというと、その2000名全員が虐殺されてしまったという事件が起きている。でこれが国連にとってのトラウマなので、今は南スーダンでマシャールが逃げてしまった、でマシャールの部族は今非常に危ない状況になっているわけですね、だから一部の南スーダンで活動している人権団体からはルワンダ全野だっていう人もいるぐらい、でそれほど今そのルワンダというのは文民の安全をどう確保するかと、でそういう時に日本だけが撤収、そういうことですよね。それは外交的には大きなリスクになるんじゃないかな。いやだからね、やっぱり出ちゃったら最後、この問題に直面するっていうことをやっぱ想定してたはずなんですけども、やっぱりそのタイミングでですね、これから本当に一番大変な時に、私たち帰りますって言って、その
自衛官の心情をもんぱかったらですね、うん、それはもう非常に辛いですし、うん、でも政治的にはもうそういうことをもう公言してますから、うん、そうせざるを得ない、うん、ともう今このままいって何もなければ一番ベストですけども、うん、もし何かあった時にその最悪の状態を迎えなければいけないってことを考えると、うん、いやそうなる前に何かその理由があって撤収するとかですね、うん、例えば国内事情でこの間のケニアも撤収しましたけど、うん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 、それ別に何でも、まあ、言ったらこの日本人って結構真面目にピケを考えてますけど、うんうん、各国ってまあ、うん、外貨稼ぎであったりとか、うんうんうん、極めて国内事情で出てたりするじゃないですか、うんうん、日本人のメンタリティとして、うん、なんかちょっとこう人助けみたいなとこがあるのでちょっと中途半端な感じになっちゃうんですけど、うんうん、まあ国ね、極めて例えばちょっと地震がまあ発生したとかですね、うん、まあいろいろな事情で撤収をね決めても、うん、まあそれもありなのかなと私はちょっと個人的には思うんですけどもね、うんうん、あの主権国家としてですね、それは撤収することは可能だと思います、ただその日本が撤収するタイミングを誤ると先ほどのベルギーではないけれども、あのベルギーのやったこと自体はその国際法上も国連との関係上もそれは大きな問題はないわけですよ、うん、でもその結果起きたことに対していわゆる国際社会の批判、はい、うん、を浴びる可能性はあると思うんですね、うん、はい、あの自衛官の気持ちとしては、うん、や先ほど言われたように、うん、助ける気持ちが強いから、うん、どうしようっていうのになるかもしれませんけども、まあ、あの我々はね、その我々というかもう私は OB ですけども、自衛官は多分命令されれば素直に従うと思います、うん、はい、でもその中の心情として、うん、極めて苦しい思いをする人も出てくるんじゃないかなと、はい、でロメオというそのルワンダの PKF 司令官は、はい、その虐殺を防げなかったことについて、うん、やはり回想録を書いてるんですね、はい、なぜ世界はルワンダを救えなかったのかというPKO 司令官の手記というものを書いてます。でこの司令官はPTSD になって自殺未遂を一度やってるんですね、うん、だからあの現場にいた隊員っていうのはそれは命令だから撤収をします、うん、でも目の前で起きてることを、うん、もう何もできなかったって多分そういう苦しさっていうのを抱える可能性はあるんじゃないかなと思いますね、いや、あのやっぱり政治の決断っていうのは重いなと思うんですけども、うん、そもそもまあ遡ればこれ元も子もない話ですけども、うん、なぜここに行ったのかとかっていうねとこから考えて、うん、まあ、全部決めてきちゃったので、うん、結局一度出しちゃうと PKO もそうですし、うん、さっきの施設と歩兵の関係もそうですけど、うん、やっぱりなかなかこう後戻りみたいなことって日本って決めるのが非常にやりにくいですよね、決断がね、やはりやっぱりその自衛隊を運用するにあたってポジリストでやっているから極めて難しいんじゃないかと思うんですね、で今は南スーダンに施設部隊を出しているので、はい、施設部隊は宿営地の外で活動しますから、はい、ある程度必要な警備部隊を持っていくことは国連も認めているわけですね、これがもし例えば野戦病院のような宿営地の中だけでしか活動しないような、はい、衛生部隊を持っていったときに警備部隊を持っていく根拠がなくなるわけですよね、その時にやはり邦人を守るためにどうしましょうかっていう問題がやっぱり出てくるんです、でその時に、今度は法律上どんな閣議で直していくのかっていう話題にぶつかるか、はい、国連にご利用しをして警備部隊として歩兵部隊を衛生部隊にくっつけていくか、はい、まあいろんなことになるんじゃないかなと、まあ、そもそもこのポジリストっていうところにまあ、根本的な問題があるというところにぶち当たりそうですね、うん、はい、だから駆けつけ警護っていうのは現場の部隊長が今自分たちの持っている能力で助けられるときは助けに行く、それで他の国とは摩擦はないわけですね、はい、他の国だってあ日本の施設隊、助ける力ないよねってしょうがないよね、その会施設隊って応援呼んでくれよ、分かった応援呼んでやるよ、っていうそれだけでも十分相互関係成り立つんですね、はい、だからそのために何か持っていくっていう業務化するよりも、うん、どちらかというと隊長がその時々で判断できるように権限の方がいいんじゃないかなと思いますね、はい、うん、まあこれから誰がどういうふうに上手に説明をしていくのかというところです、まあ、いずれにしても日本がねこれだけもうアフリカに対しても、まあ、貢献するとか PKO に対しても参加するっていうようなんですね、まあ、積極的な外交を言ってるわけですから、まあ、あの本当ここのさじ加減というのは非常に難しいところですね、ちょっとまた引き続きいろいろと次回お話を伺えれば、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。